はい、ついに萩生田光一辞任ということで、えー、東京都知事選挙でですね小池さんをステルス応援して東京都議会選挙の補欠選挙でボロ負けをした小池さんについていけば自民党はうまくいくんやっていうふうに小池栄子にこら だまされてしまった萩生田光一さんがですね自民党を惨敗に、えー、導きましたでそれによってですねあのようやく私はもう即日辞任するべきだとあの思いましたけども、えー、昨日ね、えー、これ7月17日に取っているんですけども7月16日東京新聞、えー、自民萩生田光一氏が都連会長辞任へ都議、えー、補欠選挙で惨敗指揮を取った私の責任大きいというふうに こう出ているんですよねでこの自民党候補はですね2006敗でさらに1不先敗という形でですねまあもうボロボロになりました。でああのまあ、萩生田光一という人がですねまあ裏金2700万円もらっていてこのまあ、ちなみにあの一緒に並んでいる、えー、この左側の人がですね馬場貴弘さんっていう人で八王子の選挙区萩生田さんの地元から出ているんですけどもやっぱり落ちちゃった。 てかむしろ萩生田と一緒にポスター写っているせいで落ちたとも言えるぐらいですね萩生田さんの人気今ないんですよ。でこのまあ選挙にあたってですねなかなかやめねえなと7月7日からもう10日も経ってんぞということなんですけど、うん、まあついに萩生田光一辞任とおめでとうございますおめでとうございますそしてですねおめでたいことではあるんですけど この萩生田光一をダマクラ化した小池由里子やべえやつだよこいつ本当にということでえ本日も話本間さんと話していきたいと思います本間さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますもう由里子なんか信じるからこういうことになる <laughs> うん。いやもう萩生田光一は完全に小池由里子をステルス応援しておけば 自民党の都議選でも勝てるそう信じてたわけですよ、うん、でまんまと騙されちゃったわけなんですよでこの萩生田光一さんがね何で騙されたかっていうと小池百合子さんとあを、まあ、自民党を応援するわけですよで同じ日に投開票のあ,りある東京都議の補欠選挙は9選挙区であったんですよね うん、ここではうちの番組でも取り上げましたけども中野区とかいろんなところで小池さんの政党である都民ファーストと自民党の候補が戦ってるわけですよ、うん、だけど小池さんはあの私は応援しませんともう都民ファーの候補を応援しないとだって自民党の候補自民党に応援されるんだから知事選挙でだから彼らは自力でやってもらいますというふうにこう言ってたんですよでしかも萩生田を騙すために 八王子の市長選挙できちんと萩生田が応援した候補を勝たしてるんですよ。これどういうことかっていうとですねこれがあのえと2024年1月23日の東京新聞なんですけどあの八王子選挙で,ですね自民公明が推薦したあの元都局局長の初宿さんだったっけなんかこの名前読み方難しいんですよね。えー、うあ違じゃう、じゃ鮭さんか。 シャ,ケさんシャケさんと読むらしいんですけどもこの人が当選したんですよ。でこの裏金の渦中の中で何で勝てたのかっていうとですね、えー、この小池さんが応援しに来たんですよ。で小池さん応援しに来たんですけども、あのー、この時の八王子市長選挙の対抗馬はですね都民、えー、ファーストの会の元都議だったんですよ。 だから八は萩生田、1月に行われた萩生田の地元の八王子市長選挙では、小池さんは自分の元部下をぶった切ってるんですよ。で、でそ,うそこまでやられるとですよ、萩生田さんからすると、あ自分の部下を裏切ってまで、切ってまで俺のことを応援してくれたんだ、百合子のこと、俺はわかる、信じられるってやっぱ信じちゃいますよね、これ。で、 それで萩生田を騙しといて今回の都知事選挙では都民ファーストなんか応援しないからって言っときながら都民ファーストの荒木千春さんのところに凱旋で現れて自民党の候補を叩き落とす。うん、で自分はステルス応援されて自民党のおかげで当選。信じちゃった萩生田は いやだってこれ萩生田だまされるの仕方ないと思よ地元でさ元部下裏切ってまで応援してくれたんですよこうやって。でも八王子市長選挙が正直どうでもいいよね。東京都知事選挙で応援してもらうための不備えだと思ったら <laughs> 安いもんじゃないですか。 すごいね。小池の嘘に萩生田が騙されて没落していく。いや、これは痛快ですよ。自民党ざまって感じだけど。小池やべえよっ、ね、て。<laughs> やっぱり何度も言うけどさ、<laughs> 乱世の勧誘はすごいよね。やばすぎるす。本当にすごい。ああもう、かつての仲間なんていうのはもうすぐに切る。あ、直近バンバン切る。ああうん。 切る、切るみたいな感じで、ばンバん切る。<laughs> いや、でも、それで、あのー、信用させといて、半年後の都知事選挙ではそいつ、統一をばっさり。いや、<laughs> 本当、すごくない。こ,これ、あれさ。ちょっとさ、嫌だけど。うん、嫌だけど。うん、そこの、なんというか。頭脳はさ。うん、やっぱり、なんか、嫌だけど、公名公名級だよね。<laughs> なんかさ。 孔明は言いすぎかいや孔明は言い過ぎもうちょっと悪辣な軍師で言うと核とかうん、うん、あのそういう感じがしますが何かあなんかこのでもただそのあの知力はですね都政には生かされません公約は一切守りませんからそうなんだつまり仕事には生かされ, <laughs> かされやっぱりここのね この権力争いの中では抜群の力を発揮するんだけど、うん、<laughs> あのー、多分ねそういう時彼女は燃えるんだよ。もよっしゃーこうやってこっちの駒をこう動かしこっちのっつってこっちを具合や,やればこいつ切ればいいんだっていう、うん、そういう時はすごい燃えるんだけど、うん、もう都政はそ,それが終わるとね都政は <laughs>。 あのま曲調とか任すとゲイ。<laughs> なんかよくわかんない。くないともでもなんだべしたいて。は <laughs> は。や多分そうなんじゃない？もうあの選挙でいろんな人を騙す。これがもう大好きなんですよ。こうあハギュザ騙されてる騙されてる。ねで都知事選挙で当然自民党さん応援してくれてるよねありがとう。もうトミーファなんて応援しないからって言って。

なんかもうあのー、政治家じゃないんです小池恵りかは手段なんですよそれは、うん、目的はの裏切ったりねそういうふうにやって呆然としてる萩生田さんとかを見て「酒がうめえ!」って多分そういう感じなんだと <laughs> もうなんかさ手段と目的が うん、なんかもう完全にひっくり返ってひっってひくり返ってるね。ね都政をするためにいろいろやってるんじゃない、うん、選挙やるために裏切ってるってう <laughs> もういやだからあの裏切るために選挙やってるんですよ。何者 <laughs> <や>あまりこう歴史的に見てもそういう人あんまり見たことない <laughs>。いやでも萩生田小池に関わってね。 でも安倍晋三回顧録にねあの萩生田さんと安倍の子飼いだったんだけどもこう書いてあったよ安倍晋三回顧録に小池さんのことを笑いながら笑顔で刺しに来る人っていうふうにまあまさにそうだよなは、ま、いいやまさにそうなんだよ本当に とまあねだって萩生田がさ、トレンの会長やってるなんていうのは、もうそもそもおかしかったんだけど、うん、あのやってるって、続投してるっていうかね、うんうん、自民党の役職1年間停止って言われたのに、うん、ああ、トレンの会長はあの党のかあの役職じゃないからとかいう、うん、めちゃくちゃな理屈で続けてさ、うん、でもそれ続けたのは、ゆりことパイプがあるかっていうこといやもう。 で多分自慢してたんですよ。して、ね、あのほら見ろ八王子選挙で俺のユリコとのパイプによって選挙勝っただろうって裏金問題で大変な時に俺はユリコとのパイプで勝ったんだよってこの多分で。もう俺の味噌ぎは終わったと <laughs> <laughs> <ー>。そんなんで終わるわけないだろうっていうさ。 まあこれでいやーすごいよなこれでこれさこの先一体どこまで百合子は読んでいるんだろうつまりさ、うん、萩,萩蓋が辞めたじゃん、うん、萩蓋が辞めて要するに自民党は2勝6敗っていう大惨敗食らったわけでうん、うん、で萩蓋が辞めるっていうのはもう当然そこぐらいまでは読めるう、うん でも、この先、萩豚もやめて、岸田政権には2勝6敗が大打撃になって、うんね、そして、もう9月の再選するかしないか、そこで私がどっかに割り込める余地はないかしらっ,ってさ、<laughs> 先の先のまた先まで考えるなんてさ。 いやもちろんね、都知事になったばっかりなんだからさ、いきなり放り投げて自民党に戻るなんて言わないよ、そりゃ。いやー、すごいわ、まあ。ちなみにですね、安倍晋三回顧録、ねうんえー、このプレジデントの記事がありまして、これはまだ安倍さんがあのご存命中ではなくあ、ご存命中じゃない、ご存命中、まあ、当然、ご存命中のインタビュー、抜粋なんですよ。うん 彼女の弱点点は驚くほど実務が苦手な点です安倍元首相が生前に語っていた小池都知事の政治家としての評価だからやっぱりどうでもいいんですよ都政は実務どうでもいいのもうたまにこうやって萩蓋とかバーンって決定はあっ最後も興奮するエクスタシーみたいな感じなんですよ四4年に1回のお楽しみなんだなだからな4年に1回。 その四年間は寝てるんだもうあのそれ以外ね何にももうやらないとやることないよね。だってあの小池さんはいい人ですよいい人だし人たらしでもあるこれ安倍晋三の言葉うん。ね相手に勢いがあるときは近づいてくるんです2016年に知事に就任した当初は私の背中をさすりながら話しかけてきて次の衆院選では自民党の応援に行きますからねとまで言っていたのです しかし、うん、相手を倒せると思った時はパッとやってきて横っ腹を刺すあれ脇腹が痛いなとこっちが痛ったと思った時はもう痛い遅いっ <laughs> これ全部阿部が言ってんだこれそうかなり正しいんじゃないそうそうそうね <laughs> もう小池さんは政治は目的じゃないんだと。 もう上昇していくことだけが目的になっててそのためだったら人を垂らして騙して気づいたら刺して何でもありなんですでも実務はどうでもいいんです彼女はっていう風に回顧録に書いてんだよまさに乱世の勧誘そのものじゃないもうこれに関しては俺で安倍さんの言葉で正しいと思う俺も、はい、俺も初めて共感する 驚くほど実話ができる。そう。<laughs> う興味ないんだと。すごいね。つまりもうとにかくさ、うん、もう戦いが好きなんだよね。<う>戦いが。うん、うん。でも後のあとの知性とかそういうことには何の興味もないわけ。うん、うん。あとは余計に計らえと、うん。<laughs> いやぁ。ああ、すごい。 誰だよお前も,うあれもうあの一時期元気がなくなってあのねワンちゃんがなくなっちゃってさあの父ちゃんねうん一時,一時期元気がなくなってもう,やもうあの都心戦出ねえんじゃねえかっていう観測も一時はあったんだよね、うん、だけどやっぱり多分それも本当だと思ったんです思うんですけど、うん、やっぱ近づいてくるとムラムラしてくるんですよ <laughs> ああ これでああいう風に自民党が顔踏んで、あいつ騙してこいつ切って興奮しちゃうみたいな感じ。やっぱ元気出てくるんだと思うよ。もうその時もう敵も味方もないんだな。うん、もうぐっちゃぐちゃなんだろうね。きっとね。いやとい,<や>いうか、自分さえ最後に生き残ってればいいわけよ。<laughs> うん、でだって。発信力はすごいけど、驚くほど実務が苦手っていうですね。安倍晋三が言ってて。 彼女の弱点は驚くほど実務が苦手な点です。2020年の話になりますが、パンデミックの感染者が続出した新宿歌舞伎町で、保健所と警察庁が、えー、警視庁がホストクラブや風俗店を巡回していました。最初、小池さんに連絡し、警察官と保健所職員でやりませんかと打診したのです。保健所は区が管轄しているとはいえ、東京都が人事を決めていますから。小池さんは、 うーんと考えておいてその後国でやってくださいと言ってきたのですだから政府ですべて調整して実施することになりました保健所には人員の余裕がないというので警察官の OB を保健所で臨時に採用するという手続きを取って巡回してもらいました小池さんは一切協力してくれませんでした一方小池さんの発信力はものすごいとにかく命名もメディアの使い方も上手いです、えー、感染が拡大すると、えー、記者会見ではステイハーム 東京アラートを呼びかけてやってる感を出す。実もこなしているのは政府なんだけどなあと随分思いましたって怖い相手です。<laughs> 確かにな。確かに。あの時なんか小池さんは。だ、うん、から、お、私たちは何もやってねえじゃないかというふうに言ってたけど。安倍氏と黒叩きにあってて。いや。学校休校させるとか、十倍の給付金やるとかで、ね、あの時は、まあ。頑張ったと思うよ、安倍さんは。何気に。 <laughs> こんな愚痴言ってるとかさ <laughs> あそうよねって感じです <laughs> でその阿部さんの今一番の部下といえば萩生田なんですよ。うんそれがここまでコロッコロ騙されて「安倍晋三回顧録読んだ方がいいよ」ちょっと分厚いから読めなかったのかもしれない。うん、ねええそうだね。 いやー、すごい。確かにすごい。うん、まあ、あげるだってさ、もう本当、自他ともに認める、まあ、自は認めてないかもしれないけど、まあ本当、自民党裏金問題の象徴だからさ、彼、うん、がさ、なんか公職にあるっていうことだ,だけでも票が減るわけじゃん。うん、なんまあやめ、やめたのはもう仕方がない、うん、当たり前の話。だが その裏にはちゃんと糸を引く人がいたというところがまた面白いんだけどまあそれで岸田がその萩生田が辞めるだけではなくて当たり前だけど岸田に対する恨みつらみがまたね増幅したわけじゃんこれでさ都議選で頑張ったけどみんな自民党は総崩れになっちゃったわけで総指揮官 岸田さんは何をしとるんだと、うん、うん、別に何もしないんだけどさ、何もしとらんね。何もしとらん,、ね、んから、うん、た恨みがたまって、9月の総財政は厳しいでしょうっていうところに、うん、なだれ込んでいくっていう、うん、まあだってもうなんかねえ、あと1か月ちょっとしかないのよ、9月だなんて言ってるけど、考えてみると。 まあそろそろもう岸田さん出るのか出ないのか決めて。うんうん、っていうかまあ出るんだろうね。まあ今のままだったら出るんだうね。うん。あのー、誰もさ正式に誰もってことはないかつまりその旧派閥の領収クラスで岸田さんも出るのやめなさいって面と向かって言った人はまだいないからね面と向かってはね。うん なんか菅さんとかはなんかこちょこちょ言ったりとかしてるけどさうん、うん、今のところまだ、まあ、あと都合がいいことに派閥が解散しちゃってるんで、うん、まあ麻生,派イン麻生派だけは残ってるけども他のところはもう派閥がないから、うん、派閥の長のあのー、命令一家で票がドカンと入ったり外れたりっていうのが割となくなっちゃったじゃない。うん だから岸田ってまだ、うんーなー、もしかしたら俺って、出ればなんとかなるかも。うん、9月までに、あれだ、閣議決定で消費税5%にしますとか。<laughs> 閣議決定で消費税5%。<laughs> 覆いしまってるからさ、うん、閣議決定で、閣議決定で、あ、周知令、えー、っと、俺が勝てばゼロパーセントって、<laughs> もう、ね、閣議決定でもなってもねえよって、<laughs> <laughs> もうでもなんかさ、そういうことでもしない限り通らないよね、からいくらなんでもさ、いや無理やろ、うん、どう考えても無理や、うん、だからさ、やっぱりちょっと。 今のままだったらやっぱ通らないじゃないか。うん。うん。でも何かしらさ、何かしらサプライズ作んないと。ああ、何があるんだろうね。とりあえずサプライズ1個ありましたよ。1個ありましたよ。ウクライナに5000億円なんか決まったらしいですね。え、そうはい、決まりましたよ。ウクライナに5000億円出すって。でそれで今、あの炎上しております。 き、えー、のう、ね、の夜共同通、きょうの夜か共同通信が時分に7月17日、0時56分にやったんですけども、うん、G7 で合意したロシアの凍結資産を活用するウクライナ支援で、えー、日本が33億ドルを拠出する方向で最終調整に入ったというふうに書いていて総額500億ドル規模の支援の6%超に当たるというふうになっています。 なので日本五千億円出します。えこれ円借換とかじゃないんだろう？本当に上げちゃうんだろう？上げちゃいます。すごいな。余裕な。あもうやっぱりね第二のね GDP を誇る経済大国でございますから、日本はライジングサジャパンズナンバーワン。多分その辺でこ止まってます。もうあの来年五位ですけど日本は。 嘘だろって。よくそんな余裕あんね、五千億円もあげんの。いや、これ今ネットで大炎上中です。だろうね。うん、まあ、あれか、じゃあ、もう一回やるか、あれ。あれほら。うん、どっか遊説へ行って、なんか打たせん。うん。うん。打たせる。うん。え、<laughs> なに、プトアップみたいに。うん。いや,いや、やらせる。いや,いや、やらせて。 もうねあのー、それねあのいろんな人から私言われたんですよトランプはあれはやらせだといやあれはやらせじゃないっていうふうにね言われたんですけど <laughs> やらせなわけねえから、ね、あれはやらせじゃないただしホンマさん知ってますそういうふうに言った動画ひとつき万冊でうん軒並みチャンネルあのえっ、ー、とチャンネルで再生回数低いんですよ、うん、ディープスペートの陰謀である あれはやらせではなやらせなんだそれを見抜けない清水はバカだまあ、はい、それはそっちの方がウケるでしょうけど、うん、まああのいいんですよ、まあ、そういう芸風が好きな人は別のチャンネルへどうぞっていう感じなんですけどいやじゃああのー、どうせだったらもうあのいろんなやらせでいきますか遊説中にえー、っともう,うんなんかフルセットで。 ほら浅村稲,稲次郎さんの時はこれドスだったじゃないですか。まあ、あ本当にお亡くなりになっちゃいましたけども。ねあれでこう、あってやったと岸田さんがシュパーンってこう、そうそう叩き落としたと、<や>こう叩き落とした瞬間、ここにシュインってこう玉が飛んでいったかと思ったら、最後にはたらいが落しときそれをしゃってよけたっていう。もうそれぐらいもド,<う>ドリルなもうフ,フルコンボでいい。<laughs> もう <laughs> まあただね、あのトランプの事件の時やつは、あの、 召集がお亡くなりになってますんで、うん、まあちょっと茶化すにはよろしくない、えー、話ではございますが、えー、お詫び申し上げます、えー、そしてお悔やみ申し上げますだけどもそれぐらいしかないなないよねっていうか,それかさっき言った閣議決定で消費税5%ただダメです和歌山県で岸田さん爆弾投げられてるけど支持率上がってないっすうん。あのやらせじゃなくてリアルに爆弾投げられてますけど支持率上がってないっすダメですそれ、うん まあ、なんか、これ以上言うと、ちょっと不謹慎になりそうだから、やめとけさ。はい。うん、もう十分不謹慎です。私が代わりに謝ってきます。お詫び申し上げます。<laughs> お詫び申し上げます。いや、なんか、手がないかっていうからさ。<laughs> それはやっぱり、それぐらいしかないでしょ消費税ゼロパーセント閣議決定か5、五パーセント閣議決定か、もうやらせするか。いや、でも、このタイミングで受けられたり、パーンと。うん。 もうあれじゃない岸田さん、もう日本の国民はね、俺を支持しないからもういいんだ、うんうん。俺を支持しない日本の国民から金をウクライナの国民に移す。支持しないお前らが悪い。<laughs> <laughs> 脅迫 <laughs> <laughs> もうよく分かたないけど、うんどこの国の首相なんだっていう。 まあ外交の岸田でございますから外務大臣ですからもともとうんまあちょっと厳しそうやなこれはちょっと次もなくなってきたかなうんいや野党的に言えばさ岸田が踏ん張れば踏ん張るほどいいんだよ、うん、踏ん張れば踏ん張ってそして来年そのまま選挙やってくれたがいいに決まってるうん ここでさ石破さんとかになるよりかは全然いいじゃないうん、やっぱり。だから、岸田が頑張れってね、みんな思ってるけれども、うん、いくら頑張ったってもう、もうなんか本当に、岸改正の一手がないからね、うん、本当にね。確かにだってあいつあれ、 あれもやるって言ってたじゃん憲法改正もやるって言ってたやん、うん、9月までにできるわけないけどうん今からやれたらすごいねいやできない、うん、国民投票やんなきゃいけないからさいくらなんでもできないよね、うん、それはね無理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 でも4月3月4月の段階でさやるやる言ってたわけようん言ってた言ってた そんななことできるはずがない、うん、どう見ても少しでも実情を知ってる人間まあ要するに我々から見たらね向こう,ん、もう後半年で国民投票までやんなきゃいけないのに、うん、できるわけないだろうって、うん、それなのにやりますやりますって言って、うん、まあ変な話さ身内を騙してたわけだよ、うん、主犯をね。うん、よくそういうことが言えるよなぁと思って。 できるはずがない,ういうちなみにあの今回ですね文春法でですねが出ていてでその中で石丸真嗣さんに対してあの岸田さんがオフレコであのコメントしているっていうですねあの記事があるんですよでこれはですねあのああね。うん この石丸慎二 VS 岸田文雄広島一区禁断の倒落っていう風に書いていてで精神科医が解析彼は自己愛型総理は執着型っていう風に言ってるんですけどまた片田さんかよっていうねこれは精神科医の片田さんっていう人が出てくるんですけどあの精神科医は面談をちゃんとして診断してやるんですよ。ネットでこうやって記事とかこうやって見て映像とか見て精神科医的にはこういう診断を下すっていうのは。 もう完全ななでですすよよこれダメなんですよだけど、あのー、そこの部分は置いといて、えー、文章の中で面白かった記事としてですね岸田首相はねオフレコ発言石丸が広島に出ても誰も支持しないそんなに選挙甘くないんだっていう風にこう言ってる、うんだいやそうかもしれんけどそれ立憲民主党の蓮舫さんが思ってたからなんであれだけの結果を見せつけられて。 そう信じられるのか、意味がわからん。うん、まあ、ねまあ、岸田さんぐらいだったらさ、もう何、その、じいさん、ばあさんの世代から、投票用紙の前に立ったら、みんな、岸田としか書かないと信じてるからね、やっぱね。もうそれは老若男女、みんなそうだと信じちゃってるから。 うやっぱりそれはまあいきなり場違いな人が来てもとは思うだろうね。うんそれは分かる。っていうかオフレコになってないけどみんな知れちゃったんだから。ああ<ー>まああと岸田としてはそう言わざるを得ない。で怖い怖いよ石丸さん来たら怖いよって言えないでしょやっぱり一応。うんうん うん <laughs> まあ、面白いけど。うん、まあ、でもね、あのー、これはちょっと、まあ、自民党もだいぶ厳しいね。萩、うん、生田が小池に騙されて、都議選でボロ負けして、うん、ね、あのこの結果で、<laughs> えな、なんで俺、小池と笑顔で握手してるんだろうって、たぶん岸田さんも思ってると思うよ。うん もうほんと小池恵梨子ってやつはやばいやつだと思いますね,ねもうだってスッと消えてるもんね多分この動画も都知事選前よりも再生回数低いと思いますうんそれはもう小池さんがもう隠れ身の術ドローンっていうふうにこうやっちゃってるからああこわっていうことで、えー、まあまあいいですいいですあの自民党と食い合ってってくださいはいね えー、というわけで、えー、今日も読書ということで、チャンネル登録といいねよろしく。じゃねー。どうもはい、今日もありがとうございます。電通と戦う本間龍さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様の乾杯がないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、乾杯よろしくお願いします。現金も。 クレジットカードもどっちも対応します。よろしく今日もドクションそれでは